5月16日ですが、今日が何の日か皆さん分かりますか？先日の質問返しでこうちゃんとの初デートはディズニーランドということを言ったと思うんですけど、実はその初デートの日が9年前の5月16日今日なんです。なので今日はその時のこうちゃんとのデートの模様を思い出しながら再現していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。よし、ディズニー行こう。よし、ディズニー行こう。そういえばディズニー行こうってどうやって決まったか覚えてる？アイリー、雨だけ決めたんだ。あ、覚えてた。雨だけでしょ。そう、初デートのところをどこにしようっていうのを電話で話してて、雨だくじを作って、でアイリーが何番みたいな感じで言ったところでなぜか候補にディズニーランドを入れてて、でアイリーが雨だくじでディズニーの番号のところを選んで、じゃあ行こうってなったんだよね。それじゃあディズニー行きましょう。行きましょう。今日はこうちゃんとの初デートを思い出しながら楽しみだな。では行ってみましょう。さあ、ここで少しだけ時間を遡ってみましょう。目指すは今から9年前の2009年です。よし、チケット買おう。あれ、今日アフターシックスないじゃん。スターライト3時から入れたんじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとハプニングあったけどしょうがないね、楽しもう。そうだね、行こう。じゃあ何しよっか。なんかアトラクション乗りたいね。じゃあ最初絶叫乗る。じゃあビッグサンダーマウンテン行こっか。あ、いいじゃん。じゃあビッグサンダーマウンテン行こう。アイリー、絶叫好きなの？苦手かな。だって怖いんだもん。そうなんだ。って言ったけど、その時は可愛く怒りました。バリバリ得意だよね。大好き。絶叫は任せとけって感じ。騙されました。結構並ぶね。並ぶね。お、大丈夫？大丈夫。狭いから気をつけて、ごめんね。こうちゃんとくっついちゃったよ。どうしよう、ドキドキする。とりあえずビッグサンダーのミチさん、狭くてありがとう。ついに乗るよ、こうちゃん。怖い？大丈夫？お腹まで落として待っててください。大丈夫だった？もう怖くて目開けられなかったよ。手つかまって、うーってやってた。怖かった？なわけないだろう。楽しい。次どこ行く？次は、毎回俺ディズニーランド来たら行ってる場所だから、うん、そこ行ってもいい？なに、どこ？いや、すぐそこだから。行きたい。行こう。ここだよ、ここ。ウエスタンランドシューティングギャラリー、やったことある？初めてかも。俺結構これ得意だから、見せてやるよ、腕前を。教えて。こちゃん、これ何？これね、10発当てるとこれがもらえる。欲しい。見ててね。土曜日だからやっぱり結構混んでるね。
乗りたいアトラクションも乗れそうにないね。でもさ、歩いてるだけでもなんか楽しいね。うん、楽しい。ここのほら、景色とか綺麗だよ。わー、本当だ。ディズニーあんま来ないからすっごい楽しいよ。そう言ってもらえて嬉しいよ。こいちゃん、案内ありがとう。じゃちょっと歩いて疲れたからご飯でもなんか食べる？食べたい。ご飯、何食べたい？こいちゃんの食べたいのが食べたい。じゃあピザでも行こっか。ピザ？うん、大好き。じゃあピザ行こう。大好き大好き、ピザ行こうっていう大好きを連呼することで相手のキュンを仕留めるのです。いたいた、こっちだよ。ピザ買ってきたよ。ピザ買ってきたよ。美味しい？うん、美味しそうに食べるね。1枚で足りるか。まるまる1枚私によこせ。なんで共通なんだ。寒くない？ちょっと寒いかも。あったかいのあるから飲む？え？いいの？いいよ、あったかいの飲みな。デザートにプチシュークリーム買ったんだけど、この後アトラクション並ぶから持ち歩く、うん、そうしよう。すぐにこうやって食べれるもんね。うん、じゃあこれプチシュークリームは持ち歩こう。持ち歩こう。よし、じゃあ次はスプラッシュマウンテン行こう。行こう。絶叫大丈夫？さっきより怖いよ多分。こちゃんと一緒なら大丈夫。乗り場まで50分でご案内をしております。さっき買ったプチシュークリーム食べよう。食べたかったんだよ。いただきます。美味しい。じゃあ俺も食べよう。いただきます。美味しいね、めちゃめちゃ。ねえこうちゃ ん、口ついてるよ。何？口ついてるよ。ほら、さあ来たスプラッシュ、怖かった？ビビってたね。楽しかった、いい思い出。いや次行こう。行こう。まだ時間あるからさ、最後にホンテッド乗ってかない？いいよ。じゃあ行こう。よし、ここで決めよう。うわ、びっくりした。なんか出てきたの。なんか出てきたよ。わぁ、えぇ、怖かったね。そうだね。どうしたの？手、繋がない？いいよ。というわけで、わたあめカップルの初デートを再現してみました。どうでしたか？楽しんでもらえました？これからもこんな私たちをよろしくお願いします。
登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、インスタ、ブログ、こちらもやってるのでぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーにな。